JR 東日本では各新幹線の案内をする電光掲示板が始発から表示されなくなっています。運行に影響はないということです。 JR 東日本によりますと、東北、上越、北陸新幹線が停車する44すべての駅で行き先や出発時間などが案内される電光掲示板が今日の始発から表示されなくなっています。今のところ復旧のめどは立っておらず、原因は調査中だということです。各駅ではホワイトボードに手書きで案内を表示したり、駅員を増やして乗客への対応をしています。